おはようございます。現在の時刻が朝5時38分です。それでは今朝もバリスタでスタートします。いただきます。今日はリサとガスパールのリサのカップです。うまい。で、今日使用しているカメラですが、DJI のポケット2になります。で、前回の動画で、少し説明した通り、不具合のあった純正のワイコンですが、DJI の方から、ちゃんと動作確認の取れたこいつ、このワイドコンバージョンレンズを、送ってきてくれて、で、無事に、動作、確認が取れました。ちゃんと本体側の方が、ワイドコンバージョンレンズを認識するようになって、まともに使えるようになりました。まあ、せっかくの機会なので、今から、ワイコン装着して少し撮影したいと思います。ちゃんとね、ケース付きで送ってきてくれてるので、非常にラッキー。で、これが純正のワイコンになります。それでは装着していきます。どうですかね？かなり広くなったんじゃないですかね。まあ、もともとこのポケット2の、画角っていうのも、初期の頃に比べると初代に比べると、だいぶ広くはなってるんですけど、ワイコン装着することでこれだけ広くなります。15ミリだったかな。相当これ広いですよね。ちなみに外してみるとこれぐらいで、装着するとこれぐらい。画質がどうかな。で、今このリビング自体が相当明るさ暗くしてるんで、で、ISO の感度は一応、オート設定にして上限を1600にしています。若干ノイズ出てるかもしれないですけど、800にするとね、やっぱ少し暗くなるんですよね。なので少しノイズを我慢することで全体的に少し明るめになるような設定にしています。フォーカスもどうなんだろう。まあまあこのね、レンズ自体寄れるんで、本当使いやすいですね。コンパクトで軽量で、あ、フォーカスできないなってるな。これぐらいか。10センチぐらいかな。まあ、ポケット2自体は非常にコンパクトで軽量で、気軽に撮影するにはもってこいですね。まあ、ただ残念なのは、どうしてもサイズから、これ仕方ないんですけど、液晶部分が小さいので、こう何を映してるかっていうのが、特に日中明るい場所に出た時に、確認しづらくなるっていうのが、ちょっと使いにくいところなんですけど、まあ、それを補ってでも、全体的なバランスとしては本当にいいカメラだと思います。画質もね、かなり前のモデルに比べると良くなってます。いろいろと開封やんなきゃダメなものもこう溜まってきてるんですけど、今日はちょっとこれを置いといて、また今日もジムニーネタで行こうと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。納車前に先行して注文していたパーツが少しずつ届き始めて、まあ、ほんのちょっとずつですがカスタム進んでいます。このスズキの S マークの交換したりだとか、あと先日オカモーターさんでタイヤ交換してもらったりだとか、で、今日は今からこいつを交換します。マフラー交換。購入したマフラーですが、ロッソモデルでいいのかな、あんまりよく知らないメーカーだったんですけど、評価はなかなか良かったので、今回はこのマフラーを用意してみました。マフラー本体はこんな感じですね。で、最近はあれ流行りなんですかね。このチタン風の色がついたモデルっていうのが結構多いんですけど、これはもう昔ながらのモデルですね。で、一応、もう2、3000円ぐらいプラスしたら、これの仕様でそういったチタンモデルもあったんですけど、個人的にはこっちの色の方が好きです。マフラー交換前に純正のマフラーの音をちょっと取っておきます。それでは交換作業を始めます。まあ、ジムニーはもともと車高がまあまあ高いんで、多分リフトアップしなくてもいけるかな。まあ、まずはこのまま潜り込んで作業をやってみます。まあ、これだけ高さがあったらいけそうな感じですね。じゃあリフトアップなしでこのまま作業進めていきます。作業自体は非常に楽で、ここ2箇所のボルトとナットを外して、
あとはもう2箇所吊ってるだけなんですよね。こことあと向こう側にあるんですけど、2箇所吊ってるだけなので簡単に取り外しできます。で、取り付けはその逆ですね。まあ、一人でやっても20分あればできる。サクッと純正マフラーの取り外し完了しました。どうしてもね、ここのゴムが結構硬いんで、まあ、外す時のコツとしては、シリコンスプレーだとか、まあ、いった潤滑剤使うのが手っ取り早いかと思います。新しいマフラーにゴムを移植して、で、こっちが純正。で、こっちが新しい方のマフラー。いや、やっぱかっこいいですね。釣り用ゴムを2箇所、ここと、こっち側2箇所引っ掛けて、で、マフラーに付属してきたガスケットと、あとこれ専用のナットになるのかな ?2 個付けて、とりあえず今仮付けしてみました。で、特に問題なければこのまま、最後締め込んで、作業終了です。取り付け完了しました。おー、やっぱマフラー変えるとかっこいいですね。で、今まだ、バンパー自体が、リアバンパー自体が純正なんですけど、リアバンパーも今年はちょっと在庫が、入ってこないそうなので、また来年になるんですが、1月の中旬から下旬ぐらいにかけて交換予定になっています。おー、かっこいい。それでは新しいマフラーのサウンドチェック。多分使うことないと思うんですけど、外した純正のマフラーも大事に保管しておきます。じゃーん。岡モーターさんに再びやってきました。というか今これ、多分新車だと思うんですけど、下ろしてますね。で今日は、リアタイヤの、スペアタイヤの交換にやってきました。じゃあまた今から藤沢さん探しに行ってきます。懐かしのトレーラー、クナウスの400ですね。さて藤沢さんはどこにいるでしょうか。ちょっと中に入ってきます。すげえ、三人がかり。三人がかり。なんか、ボヨンってなるらしいけん。ボヨンって。はい、で、次ね。これがまだ厄介な。よく取るなぁ。これ、リバースちゃうんですか？すげえ、めんどくさそう。あ、そう。吸い込んだらいかないやつだね。スペアタイヤのタイヤ交換完了しました。おお、なかなかいい感じじゃないですか。サイズ的に入るかどうかちょっと心配だったんですけど、ギリ大丈夫でした。かっこいい。で、今日はマフラー交換もしたんで、これでだいたいリア周りが、ほぼ完成に近づいてきましたね。あとまあバンパーをまたちょっと来年交換する予定なんですけど、もうちょっと先になりそうです。あとね、このテールランプ周りもちょっと、ドレスアップする予定です。